エリアス・ガルシア・マルティネスは、スペインの画家。ガルシア・マルティネスは生まれ育ったルケナで、芸術家として出発した。バレンシアの王立さカルロス美術アカデミーに学び、バルセロナでも勉強を続けた。その後サラゴサに移り結婚している。1894年には、サラゴサの美術学校で講師の仕事を始め、1929年に退職するまで、 装飾画と肖像画の講座を持った。彼は別の学校でも教授として授業を持っていた。サラゴサ・ボルハのミゼリコルディア教会にあったエリアスの手になるフレスコがこの人を見ようは2012年に国際的な注目を集めた。この地で暮らす80歳の女性が善意から湿気により傷んでいた絵画の修復を申し出たのだが彼女は風景画のアマチュアで 人物画は得意ではなく、結果として、フレスコ画は、子供が指で描いたような絵になってしまったのである。この人を見よは、名画とされてきたわけではないが、感情的な価値はあった。ガルシア・マルティネスの二人の子供は、ボルハでは有名な芸術家であり、その家族が保護のために寄付活動を行っていたのだ。ボルハの市議会議員によると、再修復ができないようであればこの絵の写真でもとあった。 場所を追うことを検討しているという、悲しみの聖母、ありがとうございます。